皆さん、こんにちは。視聴していただき、ありがとうございます。今回は、車のヘッドライトバルブをハロゲンから LED に交換します。それでは、最後まで見てくれないと、お、し、お、き、よ。こちらが、手に入れた LED です。加工が必要ですが、すぐ終わるので問題なしです。それではヘッドライトを外していきます。バルブを外しますが、H1 は先に配線を外してからです。付属で入ってた配線を間に入れました。あとはバルブをセットするだけです。点灯が楽しみです。問題発生です。バルブの後ろが長すぎてセットできませんでした。仕事の合間に加工してどうにか無理やりセットしました。片方だけ。次の日別のを注文しました。左が後から購入したものです。後ろが短いです。30分ほどで取り付け完了です。ちなみに台風18号が次の日来ました。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。